山口さん、おはようございます。おはようございます。そうです、ね、うっすまあ、カングレシーズンかな。朝は冷える。でも太陽が出て気持ちがいいわ。やってきました、徳島県の県南磯日和さん。まあ、あの南町っていう名前に変わったんよね。その、でも昔ながらからのこの日和さんの磯です。この日和さんっていうところの上磯、ちょうどその港から出て左側のそのエリア、この今上がってる磯もそうなんですけど、左側向きの汗びとかそっちの周辺が日和さんでも上磯で、この右側に回って平家とか、それからまあ大磯とか稲穂で怒り、そっちのエリアに行くと日和さんでも下磯、その下磯のエリアっていうのはあの徳島県釣り連盟の大会の会場でもあったので、まあ、僕がまだ出場している頃はですね、だったのでよく通ったんですけど、この上磯のエリアっていうのはで、あの深瀬やるのは初めてで、上がった磯が沖ノ杯いいらしいですよ、この磯で。本当はもっと手前の地寄りの磯に行く予定だったんですが、ちょっとやっぱりこう見ての通りうねりというか波がある。まあ昨日一昨日ぐらいに結構なうねりがあって、それがまあ今日どれぐらい取れるかみたいな感じで来たんですけど、やっぱり多少のうねりは残っとる。そんな沖ノ杯の東向きのポイントで釣りをします。初めての磯ってドキドキするわ。まあ聞いたことはあってもやったこともないし、どんな水深なんかね、どんな状況なんかわからんけど、まあまあ楽しみではあるわね。行ってみようか。危な、滑れるな。ちょっと上の方から行こう。よし、スタートが浮き下が誘導部分を含めて約2キロくらいかな。ハリスが2キロ半で、直結にして誘導部分が約半キロちょっとからスタートです。で、波気もあるから結構まあ仕掛けも入りにくくてもいかんなと思って、浮きがとりあえずは B、 Zα B、 重りも直結の部分に誘導ガンダムの B、 ハリスにジンターの5号。結構うねりあるね。ほら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 、見えるでしょ。どっさーんと、ほら結構ある。カメラさんも気つけて、落ちないようにします。ね、こう釣り竿、自分が立ってるところ、まあ波もあるしうねりがあってわーっと上がってきてもいかんから、結構後ろの方から釣りしてて、穂先、竿先が結局海面まで届かないぐらい後ろに下がって釣りしてるから、ゼロとかそういうその軽い浮きでやると仕掛けがどうしても道糸が風に吹かれて持ち上がってしまうっていうこともあるので、
ある程度重りで仕掛けを立ててやるっていうことがまあ大事だなんだろうなと思って、まあ、スタートは B。 そしたらある程度海面にある道糸と竿先までの間の、まあ、風に吹かれる部分の道糸が多少あったとしても仕掛けはどしっと安定するから、まあそのゼロとかそういう浮きにこだわる必要はないというか、仕掛けをなじましてやることがまあ第一優先に考えてみる。でとりあえずは B、 まあもっと状況が悪くなれば 3B とか 5B とか使うんでもいいと思うし、まあでも今が満潮でこれから下がってくるから、まあ風も結構な北西風が吹くと波を抑えるっていうこともあるので、どこまで海が落ち着くか、まあとりあえずは今は釣り始めやから様子見で始めてます。スタートはそんなに遠投しない、まあ手前からセオリー通り、まずは足元から、まあ足元って言っても竿を1本半ぐらい前やから、まあ磯からまあ7メートル10メートルあたり付近からです。波に揉まれて、潮と潮のぶつかるところに揉まれていってる。いい感じやけどな。ゆっくり回収してみる。あ、差し柄なし。悟りがきついんかな。水温が16度2分とかそれぐらいって言ってたかな。右からのこの流れとこう左側にあるこのさらしっていうのがちょうどその自分が釣りする前でぶつかって、そこで潮目ができて、まあ潮目というかちょうど壁ができて、だから仕掛けが立って馴染んだら浮きがゆっくりこうじわじわっと揉み込まれていくっていうような感じやね。まあこういう時はその浮きも見えへんし、潮のその壁、潮目に仕掛けが入って揉み込まれて入っていくから浮きも当然沈んでいってるし、だからまあラインで道糸の動きあたりで捉える。まあ魚が食えば糸もバチバチっと出ていってくれると思うし、まあ、それでわかると思うし、まあとりあえずは揉み込まれていってるんであればその揉み込まれた状態で流しやる方が、そこに蒔絵も当然溜まってるし、その通りに流してやっていいんじゃないかなと思うので、まあ今はそのままちょっと続けて見よう。あ、刺し絵が残った。もう悪くないね、その残ったり取られたりっていう具合、悪くないんじゃないかな、と言い聞かせてみる。刺し餌がもう常に取られて取られて、もうこれはっていう時と、取ったり取られなかったりみたいな、そういう時っていうのはまあ設定している浮き下がそれほど間違ってない、まあ攻めてる棚はそれほど間違ってないんかなって思うので、引き続き同じ浮き下同じ仕掛けでもう少しやってみて、状況に応じて仕掛けを変えていくように
します。今回使ってるタックルですが、竿がライアーム、1号の 5m30、 リールが BBX テクニウムの C3000DXG、ストブレーキタイプ、道糸が、ファイアーブラッドのゼロサスペンドの、1.7 号、ハリスがリミテッドプロタフマット 1.5 号、で針がオーナー針ミガルグレの6号、で浮きが、Zα B、 こんな感じです。挿絵が全然取られない。最初の 1,2 頭は触ったりかじられたり残ったりって繰り返してたけど、今は挿絵丸残りっていうことは、まあ本命はもう少し深いところにまあまあいるのかなっていう感じだけど、仕掛けは揉み込まれて馴染んで沈んでいってるから、まあかといってその揉み込まれれば、揉み込まれれば沈むし、揉み込まれなかったら浮いてるしっていう状態やから、ちょっとこんだけ波もあるし、あえて仕掛けをフリーフォールでゆっくり巻き枝合わせてっていう釣り方をしてみるのもありかな。まあこれで次仕掛け入れて挿絵に反応が変化がなければ、ちょっとフリーフォールの釣りなんかもやってみて無段階に巻き枝合わし込んでいくっていう釣りに変えてみてもいいかなと思いながら、あともう一頭仕掛けを回収するときにゆっくりリールのハンドルを巻く、早巻きして挿絵が取れたらいかんかな、ゆっくり巻いてみて反応を見てみると、ほら挿絵が丸残り。さあ仕掛け変えよう、今度はフリーフォール、ちょっと変えてみます。仕掛け変更しました。浮きがディスペイドの00、ジンタン、重りがジンタン71個で、浮き止めをつけて仕掛けが馴染むとゆっくり巻き絵と一緒に沈んでいく、そんな仕掛けです。それで様子を見てみる。仕掛けをなじましたり、まあ、安定させたり、風も結構あるからちょっとゼクターアルファよりもさらに大きいディスペイドにしました。ここでじっくり見にくいけど仕掛けのポールの具合、マケと同じぐらいに進んでるかなっていうものをチェックして、大丈夫。おお、フリーフォールしても挿絵が残った。こうなってくるとドキドキするわいけるんかっていう、あ、悪い意味でドキドキですか。おいね、まあ
やっぱり巻き絵と挿絵もバッチリあって理想的な感じで流していってるのに挿絵が残るっていうことは魚の反応がないっていうことやから、やっぱりちょっとこう不安だよね。まあ普通であればかじられてたり取られたりっていうでもいいのにって思うけど、まあでも攻め方が変わるから、手前やってたら今度は大きい釣るとか、そのそこだけ同じところばっかりじゃないから攻め幅はあるから、まあ今度今手前がダメだったらもうちょっと大きい釣ってみようかとか、だから今度はさっき釣ってたよりもさらにちょっと遠くやってみます。ジンタの7号、ジンタの7号で行ってたけど仕掛けがちょっと00にしては少し早すぎるかなと思って、刺し餌は取られるけど反応がないからジンタの7からジンタの8に変えました。例えばこうその海に寄っても塩分濃度とかっていうのも違うし、まあ00なら7号でとかっていう、まあ基本はあってもちょっとこれ入りすぎるなとかっていう細かなことっていうのもあるんよね。だからこう巻き絵と同じフォールの具合スピードなんかを見ながらやけど、ちょっと釣ってて早かったかな今のみたいな、ちょっと早すぎたのかなと思って、7ではちょっと入りすぎるなと思って8に変えました。仕掛けが重りの重さによって入るスピードがものすごく、まあ思った以上に速いってなると仕掛け、その仕掛けに魚が食ったとしてもちょっと反応がないないまま刺し絵が取られるなんていうことがあるから、まあ逆にちょっとこう仕掛けがゆっくり巻き絵よりも若干緩めにフォールしていくようなイメージ、後から仕掛けが追いかけていくっていうようなイメージを意識したガンダマ構成、ちょっとしたことなんやけどそれが結構変わったりするんで、自分の中ではそれなりに手前を釣ってる つもりなんやけど、もう少し大手得意の円筒大手に切り替えてもいいんかななんて思いながらね。釣りってこうもちろん手前を釣るもあれば沖を釣るっていうこともあるし、浅い棚を釣るって言ったら今度深い棚もあるってい こうまあもちろん立体的なそのスポーツだから、まあ平面だけにとらわれることなく今度はそこからさらに水深のどれぐらいをっていうね、距離も出す深さも変える、だからそれをいち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 その仕掛けを合わせていくから難しいんであって、それが見つかった時はまた面白いんであって、だからまあ結構考えることが多い。その一匹にたどり着くと大体ああここで食うのかっていうのが分かったら、まああとは手返しとかリズムとかそういう風なに持っていけるけど、その食う、とりあえずどこで食うとかどれぐらいの水深で食うっていうのを最初に見つけるっていうのがなかなかね、時間を要してしまうことも結構あるし、まあそれが釣りの面白みでもあるんだけど、同じ潮の流れ方はしひんし、水温も変われば食う棚も変わるし、前情報を聞いてても全然違うかったりするしね、まあ、それをじっくり、まあ、まさに間合いを詰めていく、距離を詰めていく、魚とのね相手との距離をどううまくヒットさせるか、そんな感じで一頭一頭やっていかんと、あの大きめにいい感じの潮目があるんよね。
30メートル付近あたり、あれ狙っていいんかな。いきなり遠投せないかんのかな。手前で食わへんのかな。来た、なんかやっと来た、やっと来た。何ボラーや言わんといてよ。前出ていかれへんから。ちょっと強引にグレ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 だグレだグレだグレだはいいけど、グレだはいいけど、さあどこで取り込もう、さあどこで取り込もうか。よっ、ここまでいけるか。ちょっと滑ったら怖いけど。ん、どこ行った、どこ行った、おった、帰ってきて、どこどこ、うわ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 、マジかマジかマジか、あららら、引っかかったぞ。どこ行った、帰ってきた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 、よっしゃ。まあ、小型やけれども来た。ああ、30センチぐらいのグレ、苦労するな。ああ、キワさんにしてはちっちゃいでしょ。ああ、よかった。こうボラが多いから、巻き絵を入れて、さあ仕掛けをポチャンと入れようと思ったら、もうボラがうわーっとおるから、多分それで刺し絵をボラが食べてしまうんだろうなって、その思って、巻き絵を先に入れてボラをわーっと集めて、 そこに仕掛けを合わすっていうんじゃなくて、ちょっと離れたところに巻き餌を入れてボラ集めといて、今度先に仕掛けを入れて、あとうちの巻き餌でってなったら食ってくれた。まあそれがこのボラの絶対量っていうかね、相当おるから、それがまああったのかどうかは分からんけれども、まあでもそれでも一つ釣れたから、まああったんでしょ。あったってことにしようと思う。だからずっとこうまだ太陽が低くて釣りしてて海の中の様子が見えないときは、あれなんかこう深く入れて挿絵が取られたななんて思ってたけど、いやそうじゃなかったと思うね。そのもうボラはおって、仕掛け、まあボラがある程度の時間になってきたらわーっと集まってきて、その時点からこう毎と毎と挿絵は取られるようになったけど、多分その底の方に入れて魚が食ったじゃなくて、まあ挿絵を取ったじゃなくて、多分水面でボラが挿絵をかすめ取ってたっていう方の方が正しいんじゃないのかなと思って、まあ逆パターンでやったら食うたから、まあよしにしよう。次はサイズアップね。あとうち、重りもそんなに早く沈めるような号数じゃないから、まあブレーキがかかっていやいや入っていくぐらいのもんやから、当然巻き絵の方が沈むスピードも速いし、その間には仕掛けも馴染んで立ってるから、多少ボラからは回避できるだろうなという作戦でいけるか。これで食ってくれたらそれが合ってるってことやろうな。ゆっくり回収してみる。あー取られたんか、ボラかなやっぱり。
魚がいぐってしまっとった。いかん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 、根がある、取り込みなんやな、ここ、くくくくくくくやめてやめてやめて、根が切れる切れる切れる、ハリスが傷んどるから勘弁してくれ勘弁してくれ、入ってくれ入ってくれ入ってくれ、あ、出てきた、あはははは、あはははは、あはははは、こんなん取り込めれんわ。ガサガサ。まずこう坂道やからこう滑るやないですか。滑るっていうか濡れてるからね、ちょっと苔生えとるし、ずるっと行くからゆっくり行って。この前に棚あるからそこで当たってゴリゴリなんて言いながら、頼む頼む。最後に波がドン。お疲れ様でした。ね、いかがでしたか。お疲れ様でしたって言ったよね今。ひどいわ。はい、けど疲れたわ。あー厳しかったね。なんかこう釣り始めて先端、まあ、東側で釣りしてて、でまあとりあえずグレ一匹釣って、その次に来たのがそこそこでっかいグレやって、もう最後上げてくる時に左側の下りでクツって切れてしまって、もうそこまで来てるのにっていうので切れてしまって、で今度その後はあーグレ来たっつって魚が浮いて波でって言うとドンサーって波来るし、今日はあかんかったってことよ。まあそういうパターンの時はあかん時でよろしいんですよ。 いける時はそんなリズムもいい、このなんかこうフグに道と切られたりで仕掛けバラバラされたりとか、フグにずっともう針2袋分ぐらいは取られるとか、そんなリズムのいい時はそんなない、リズムが悪い。まあ反省して次に生かしますね、次許さんぞって。でもね、もうグレもだいぶ終盤戦でしょ。その今、まあ、2月の中旬ですけど、もう3月入ったりしたらグレもほんまのほんまの最終ぐらいになるんじゃないですかね。だからあと1回ぐらいは、まあ、このカングレの最後やりたいけどね。またあのスタッフと一緒に相談して、まあ、この徳島のフィールドになると思うんですが、まあちょっと場所選んでやってみようかな。まあ、とりあえずはちょっと早いんですけど片付けします。荷物運ばないかからね。はい、そうでした。磯に弁当があるっていうのがええわ。磯でこう、まあまあ上がって、前も言ったかな、
コンビニで買うっていうのもいいけど、まあ、お弁当があったら楽やし、あったかいし、うんね、当然味噌汁行く。これもジェットボイルで沸かしてすぐやから、ぬっくぬくの味噌汁やる。熱でうまい。うまいわこれな。あんまりそうにはで、お湯で沸かしてちょっと寂しいなっていう、ああ失敗したっていうふうに思う商品が一種類ある。何ですか？豚汁よ。ほう、なぜですか？豚汁はもう具が多いだろ。その別の、例えば豚肉もそうやし、じゃがいもだったり、うん、ごぼうだったり、こういろんなものが袋に入っとるやろ。はい。だからこの袋に入っとるやつをせっかくお湯で沸かしてで熱々にしてるのに、その具を入れることによって 40% のレベルダウンになっちゃう。なるほど。温度のだから、まあ大体100度で持っていって具入れて完成して60度ぐらい。僕はもう長年いろいろなあの味噌汁系スープ系を全部チャレンジしてきたけれども、おすすめは1000。クイシング徳島深瀬ロード、チャンネル登録はこちらから。